夢の旧作「須俺はどうしてこんなところに立ち止まっているのだろう」「踏切線路の真ん中につったって自分の足元をぼんやり見つめているのだろう」「記者が来たら」 引き殺されるかもしれないのにそう気が付くと同時に彼は今にも汽車に引かれそうな不吉な予感を背中一面にゾクゾクと感じた霜で真っ白になっている騎乗の左右をキョロキョロと見回したそれからどの強い金眼鏡の視線を今一度自分の足元に落とすと霜交じりの泥と 枯葉にまみれた兵隊靴で漢文腐りかかった踏切板をコツンコツンと蹴ってみたそれから汗じみた教員の堤防をかぶり直して古ぼけた爪りの上着の上から洋館色の釣り金マントを引っ掛け直しながらたった今通り抜けてきた枯れ木林の向こうにすいて見える自分の家のトタン屋根を振り返った。いったい俺は。 今の今まで何を考えていたのだろう彼はこの頃持病の不眠症がうじた結果頭が非常に悪くなっていることを自覚していたことに昨日は正午過ぎから寒さがぐんぐん締まってきてとても眠れそうにないと思われたので飲めもしない酒を買ってきてほんの5尺ばかり冷やのまま飲んで眠ったせいか 今朝になってみると特別に頭がふらふらしてしくんしくんと痛むような重苦しさを脳髄の中心に感じているのであったその頭を絞るように彼は薄い眉をぐっと引き寄せながらつま先に粘りついている赤い泥を見つめた「おかしいぞ今朝は俺の頭がよっぽどどうかしているらしいぞ」 俺は今朝あの枯れ木林の中のトタンブキの一軒家の中でいつものとおりに自炊の後始末をして野良犬が入らないようにちゃんと戸締まりをしてここまで出かけてきたことは北にそういないのだがしかしそれから今までの間中俺は何を考えていたのだろう 何かしらとても重大な問題を一生懸命に考え詰めながらここまで来たような気もするがおかしいな今となってみるとその重大な問題の内容を一つも思い出せなくなっているおかしいおかしい何にしても今朝は頭がへんてこだ こんな調子ではまた午後の時間に居眠りをして無邪気な生徒たちに笑われるかもしれないぞ彼はそんなことをトリコシングローいし、上着の内ポケットから大きな銀時計を出してみると7時40分きっかりになっていた彼はその鉢のところに固まり合っている2本の針とちッちッ と回転していてしる秒針とを無意識にじーっと見比べていたやがていかにも寂しそうな自分自身をあざけるようなびくしょうをどの強い金眼鏡の下にけいれんさせた「なんだバカバカしい。何でもないじゃないか俺は今学校に出かける途中なんだ」 今朝は学科が始まる前に調べ残しの教案を見ておかなければならないと思って午後の時間の眠いのを覚悟の前で30分ばかり早めに出てきたのだしかも学校まではまだ5キロ以上あるのだからぐずぐずすると時間の余裕がなくなるかもしれないだから俺はここで立ち止まって考えていたのだ国道へ出て、 本通りを行こうか、それとも近道の線路伝いにしようかと迷いながら突っ立っていたものではないかなんだ何でもないじゃないかそうだとにかく鉄道線路を行こう線路を行けば学校まで一直線でせいぜい3キロぐらいしかないのだから心持ち急ぎさえすれば 20分ぐらいの節約はわけなくできるそうだ鉄道線路を行こう彼はそう思い思いいま一度にんまりと青黒いひげだらけのビクションをした三角形に膨らんだボックスのフルカバンを左手にしっかりと抱きしめながら白い踏切板の上から半身を傾けて やはり霜をかぶっている線路の枕木の上へ兵隊靴の片足を踏み出しかけたがまたハッと気が付いて踏みとどまった彼はそのまま右手をそっと額に当てたその手のひらで金眼鏡の上を覆うて何事かを祈るように頭をガっ くりとうなだれた。彼は彼自身がたった今鉄道踏切の中央に立ち止まっていた本当の理由をやっと思い出したのであったそうして彼を無意識のうちに踏切板の中央へ釘付けにしていたある不吉な予感を今一度はっきりと感じたのであった彼は今朝目を覚まして 暖かいヤグの中から冷たい空気の中へ頭を突き出すと同時に二日酔いらしいたまらない頭の痛みを感じながら起き上がったのであったがまたそれと同時にその頭の片隅で「俺は今日こそ間違いなく記者に引き殺されるのだぞ」と言ったようなはっきりした。 気味の悪い予感を感じながら冷たい掛けの水でしみじみと顔を洗ったのであったそれから大急ぎで湯を沸かしてゆうべの残りの冷や飯をかき込んでこれも昨夜のままの泥つをそのまま履いてアルミの弁当箱を詰めた黒いかばんを抱え直し抱え直し落ち葉まじりの霜の廃道を このの踏切板の上まで辿ってきたのであったがそこで真っ白い霜に包まれた踏切板の上に自分の重たい泥靴がべたりと落ちた音を耳にするとそのひ刹那に今一度そうした不吉なはっきりとした予感とその予感に脅かされつつある彼の全生涯とを非常な急速度で 頭のの中に回転させたのであったそうしてそのまま踏切を横切って大急ぎで国道を回ろうかそれとも思い切って鉄道線路を伝っていこうかと思い迷いながらもなおも石像のように考え込んでいる自分自身の姿を目の前に現視しつつそうした君の悪い予感に襲われるようになった。 そそそそそのそもそもののも不可思議な因縁を考え出そう考ええ出出う、うと努力しているのであった。彼がこうした不可思議な心理現象に襲われ始めたのは昨日今日のことではなかった昨年の正月から2月へかけて彼は最愛の妻と一人子を追い継ぎに亡くしたのであったがそれからというものは彼はほとんど毎朝のように 今日こそ今日こそ間違いなく記者に引き殺される」といったような奇妙にはっきりした予感を受け続けてきたものであったしかしそれでもそのたんびに頭の単純な彼は一種の宿命的な気持ちを含んだ真剣な不安に襲われながらも踏切の線路を横切るたんびに恐る恐る左右を見回し見回し国道自体に往復したせいであったろう。 夕方になるとそんな不安な感じをケロリと忘れて何事もなく山の中の一軒家に帰ってくるのであったそうしてなけなしのおかずと鍋飯で貧しい夕食を済ますと心の底からほっとした一日の苦労を忘れた気持ちになって彼が生涯の楽しみにしている「小学三術教科書」の編算に取りかかるのであったししかし彼は、 そうした不思議な心理現象に襲われる原因を彼自身の神経衰弱の生徒は決して思っていなかったむしろ彼が子どもの自分から持っている一種特別の心理的な敏感さがこうした神秘的な予感の感受性にまで変化してきたものと思い込んでいたという理由は他でもなかった彼はそうした意味で彼自身が 一種特別な奇妙な感受性の持ち主に相違ないと信じえるいろいろな不思議な体験を十分十二分に持っていたからであった彼は元来年老いた両親の一人息子で生まれつきの虚弱児童であったばかりでなく一種の風変わりな孤独を好むたちであったので学校に行っても他の生徒と遊び戯れたことなんぞはほとんどなかった。 その代わりに学校の成績はいはつも優等で、わんぱく連中に憎まれたりいじめられたりする場合が多かったので学校が住んで宮長の仕事が片づくと逃げるように家に帰って門口から一歩も外に出ないような状態であったけれどもごくまれにはたった一人で外に出ることもないではなかったそれはいつでもごく天気のいい日に限られていて 行く先もも山の中に決まりきっていいい。た。という理由は他でもない彼は生まれつき山の中が性に合っているらしいので現在でもわざわざ学校からかけ離れた山の中の一軒家に住んで不自由な自炊生活をしているくらいであるがこうした彼の孤独好きの性癖はすでにすでに彼の少年時代から現れていたのであろう。 青い空の下にくっきりと浮き立った山々の子たちを応援側から眺めていると子供心に呼びかけられているような気持ちになった一方に彼の両親もまた引っ込みがちな彼の健康のために良いとでも思ったのであろうそんな時には喜んで外出を許してくれたので彼は中学校の算術協定とか子息3000台とかいったようなものを12冊懐に入れて 近所の悪たれどもの目を避けながらほど近い郊外を山の方へ出かけたものであったそれは1や11の子どもとしてはマセすぎた散歩であったがそれでも山好きの彼にとってはこの上もない楽しみに違いなかった彼はそうした散歩のおかげでそこいらの山の中の小道という小道を一本残らず覚え込んでしまっていた どこにはあけびのつるがあってどこには山の芋が埋まっている人間の顔によく似た大岩がどこのやぶの中にあって二股になった幹の間から桜の木を生やした大えのきはどこの池の縁に立っているということまでいちいち知っていたのはおそらく村じゅうで彼一人であったろうところで彼はそんな山歩きの途中で 雑木林の中なんぞに思いがけない空き地を発見することがよくあったそれは大抵一端部か二端部ぐらいの広さの四角い草原で多分屋敷か畑の跡だろうと思われる平地であったが木立や何かに覆われているために幾度も幾度も近下回りをうろつきながら長いこと気づかずにいるような空き地であったその真ん中に立ちながら そこいらじゅうをキョロキョロ見まわしていると山という山丘という丘がどこまでもシーンと重なり合って彼を取り囲む木立の一本一本が彼をじーっと見まもっているように思われてくる足の下の枯れ葉がプチプチとかすかな音を立ててなんとなく薄気味が悪くなるくらいであったそんなところを見つけると 彼は大喜びでその空き地の中央の枯れ草に寝転んで大好きな数学の本を広げて難しい問題の解き方を考えるのであった無論鉛筆もノートもなしに空間で考えるので解き方がわかるとあとは暗算で答えを出すだけであったが両親から呼ばれる気遣いはないし隣近所の物音も聞こえないのだから のてかる。それにつれてうちではどうしても解けなかった問題がスラスラと他愛もなく解けていくので彼はとても愉快な気持ちになって時間のたつのを忘れていることが多かったところがそんなふうに数学の問題に頭を突っ込んで一心になっている時に限って思いもかけない後ろの方から。 はっきりした声で「おい」と呼びかける声が聞こえて彼をびっくりさせることがよくあったそれは無論父親の声でもなければ先生の声でも友達の声でもない誰の声だか全くわからなかったがしかし非常にはっきりしていたことだけは事実である出し抜けに大きな声で「お,おい!」 という,ふうに。だから彼はびっくりして羽をきながら振り返ってみると誰もいない雑木林がカーっと西日に輝いて鳥の声一つ聞こえないのであったそれは実に不思議な神秘的な心理現象であった最初のうち彼はそんな声を聞くたんびに髪の毛がざわざわとしたものであったが しかしそれは一時的の神経作用といったようなものではなかったらしくその後も同じようなまたは似たような体験を幾度となく繰り返したので彼はすっかり慣れっこになってしまったのであった彼がやはり数学の問題を考え考えしながら山の中の細道をどこまでもどこまでも歩いていくといつからともなく向こうの方から 5 6人か78人くらいの人数でガヤガヤと話しながらこっちの方へ来る声が聞こえ始める無論その道が一本道になっていることを彼は知っているしやってくる連中は大人に違いないのだからその連中に行き合ったら道端のシダの中へでも避けてやる気でやはり数学の問題を考え考え一本道を近づいていくと不思議なことにどこまで行っても そののの話し声の主人公の大人公大たちに行き合わない。なんだかおかしい変だなと思ううちにその細い一本道はおしまいになって広い広い田んぼを見晴らした国道の途中か何かにひょっこり出てしまうのであったちょうど向こうから来ていた大勢の人間が途中で虚空に消えうせたような気持ちであったそれは 決して気のせいでもなければ神経作用とも思えなかった確かにそんな声が聞こえるのであったちょうど一心に考えつめているこちらの暗い気持ちと正反対の明るいはっきりした声が聞こえてくるので気にかけるともなく気にかけているとそのうちに何かしらハッと気がつくと同時にその声も っっつりと消え失せるような場合が非常に多いのであった。しかし元来が風変わりな子供であった彼はそんな不可思議現象をそっくりそのまま不可思議現象として受け入れ山に行くのを気味悪がったりまたは両親や他人に話して聞かせるようなことは一度もしなかったそのうちに大きくなったら分かることと思って自分一人の秘密にしたまま 忘れるともなく次から次に忘れていたそうして彼はそれからのうち中学校から高等学校を経て大学から大学院まで行ったのであるがそのうちに彼の両親は死んでしまったそれから妻の喜瀬子をもらったり太郎という長男が生まれたりまた学士から小学教員になりたいというので いろいろと面倒な手続きをしてやっとの思いで現在の小学校に奉職することができたりしたものであったがそれまでの間というものは学校の図書館や人通りのない国道や放課後の教室の中などでも幾度となくそんなような知らない声から呼びかけられる経験を繰り返したのであったしかし彼はそんな体験を他人に話したことは依然として一度もなかった ただそのうちにだんだんと年を取ってくるにつれて時々そんな事実にぶつかるたんびにいくらかずつ気味が悪くなってきたことは事実であったこんな体験を持っている人間はことによると俺ばかりじゃないかしらん他人がこんな不思議な体験をした話を聞いたり読んだりしたことが今まで一度もないのはなぜだろう 俺は小さい時から一種の精神異常者に生まれついているのじゃないかしらなぞと内々で気をつけるようになったものであるところがそのうちちょうど123年ばかり前の結婚当時のこと宿直の退屈しのぎに学校の図書館に入り込んで 部屋の隅に積み重ねてある「心霊界」という薄っぺらな雑誌を手に取りながら読むともなく読んでいると思いがけもなく自分の体験にぴったりしすぎるくらいぴったりした学説を発見したので彼はドキンとするほど驚かされたた。ものであったそれは旧ロシアのモスクワ大学に属する心霊界の非売雑誌に紹介された「心学説」の省略紹介で「自分の魂に呼びかけられる実例」 と題する論文であったがそれを読んでみると正体のない声に呼びかけられた者は決して彼一人ではないことが分かった何も雑音の聞こえない密室の中とか風のないしんとした山の中などであることを一身に考え始めたり何かに気を取られたりしている人間はいろいろな不思議な声を聞くことがよくあるものであるすでにウラルのある地方では 素に呼びかけられると3年経たぬぬうちに死ぬという伝説が固く信じられているくらいであるがしかもその巣玉もしくは主のない声の正体を心理学の研究にかけてみると何でもないそれは自分の霊魂が自分に呼びかける声に他ならないのであるすなわち一切の人間の性格は ちょうど大数の因数分解と同様な方式で説明できるものである還元すれば一個の人間の生活というものはその先祖代々から伝わったいろいろな根性もしくは魂の相乗積に他ならないので例えば A2-B2 という性格は A プラス B という父親の性格と A-B といいう母親ののの性格が遺伝したものの相乗責に他ならならと考えられるようなものであるところでその a 2 b 2という全性格の中でも a b というワンファクター還元すれば母親から遺伝した例えば数学好きという魂がその a b 的傾向すなわち 数学の研究欲に凝り固まってどこまでも他の魂の存在を無視して超越していこうとするようなことがあるとアートに取り残されたという魂が独りぼっちで有利したまま徐々とまたは突然に一種の不安定的な心霊作用を起こして A-B に呼びかけるつまり一時的に偏った A-B 的性格を プラス B の方向へ戻して以前の全性格 A2-B2 の飽和状態に立ち返らせるべくモーションをかけるのだその魂の呼びかけがそっくりそのまま声となって錯覚されるのでその声が普通の鼓膜から来た声よりずっと深い意識にまで感じられて人を驚かせ怪しませるのは当然のことでなければならぬ。 といったような論法で、生物の外見の上に現れる遺伝子が組み合わせ式、一列式、並列式、または等比等差なぞいう数理的な配合によって行われているところから解き始めて、精神もしくは性格習慣なぞいう心霊関係の遺伝も同様に数理的な原則によって行われている事実にまで幾多の犯罪者の家系を実例に挙げて解きを予防している。 それから、天才と狂人幽霊現象千里眼預言者なぞいう高等数学的な心理の分析現象の実例を詳細にわたって数理的に説明してあったがその中でも特別に彼が叩きつけられた一節は「普通人と天才と狂人の心理分解の状態をそれぞれ数理的に比較研究する前提として掲げてある」「次のような解説であった」 天才とか狂人とかいうものは、つまるところそうした自分の性格の中のいろいろな因子の中にある一つか二つをはっきりと有利させる力が意識的もしくは無意識的に強い人間を指しているので天才が狂人に近いという俗説も可用に観察してくると極めて合理的に説明されてくるのである。 太陽を描いて発狂したゴッホやモナ・リザの肖像を見て気が変になった数名の画家などはその公的例であるすなわち自分の魂をその絵に傾注しすぎて元のとおりのしっくりした性格に帰えれなくなったのでその結果すっかり分離して有利してしまった個々別々の自分の魂からも夜も昼も呼びかけられるようになってしまったのだまた ベクリンという画伯は自分に呼びかける自分の魂の姿を骸骨がバイオリンを弾いている姿に書き表して不及の名を残したものであるまたこれを普通人の例にとってみると体が弱かったり年をとって士気が近づいたりした人間は認識の機能力とか意識の総合力とかいったようなドミナントが弱ってくる結果 意識の自然分解作用がポツポツ現れ始める。時々どこからか自分の声に呼びかけられるようになるだから体が弱った場合かまたは相当年を追った人間で正体のない声に呼びかけられるようなことがあったならば自分の死期の近づいたことについて慎重なる考慮をめぐらすべきであるうんぬ、うんこの論文の一節を読んだ時に 彼は思わずぞっとして首を縮めさせられた。生まれつき虚弱な上に天才的な極度に気の弱い性格を持っている彼がそうした不思議な現象に襲われる習慣を持っているのは当然すぎるくらい当然なことと思われたそしてそれ以来普通人よりも天才とか狂人とかいうものの頭の方が合理的に動いているものではないか知らんと中心から疑い出す一方に 時折彼を呼びかけるその声が果たして自分の声だかどうだかを的確に聞き分けてやろうと思ってしょっちゅう心がけていたものであったところがここにまた一つの奇跡があらわれたというのはほかでもないその本を読んでからというもの彼はどうしたものか一度もそんな声にぶつからなくなってしまったことであったちょうど正体をカ破された幽霊かなんぞのように 自分を呼びかける自分の声がぴったりと姿を見せなくなったのでこの78年というものは彼は忘れるともなしにその自分を呼びかける自分の声のことを忘れてしまっていたもっともこの78年というもの彼は所体を持ったり子どもはできたりで好きな数学の研究に没頭して自分の魂を遊離させる機会が少なくなったせいかもしれなかったところがまた その後になって彼の妻と子供が死んで本当の一りぼっちになってしまうと不思議にも今言ったような心理現象がまたもはっきりと現れだして彼を驚かし始めたのであったのみならずその声が彼にとっては実にたまらない身を切るような痛切な形式でもって襲いかかり始めたので彼はもうその声に徹底的に叩きつけられてしまって 息も疲れない目に合わせられることになったのであるがしかしそんなことになったそもそもの因縁を彼自身によく考え回してみるとそれはどうやら彼の亡くなった妻の異常な性格から発端してきているらしく思われたのであった彼の亡くなった妻のキセ子というのは元来彼の住んでいる村の村長の娘でこの界隈には非常に珍しい女学校卒業の再縁であったが 要望はもちろんのこと気質までもが尋常一様の変わり方ではなかった彼が堂々たる銀時計の学士様でいながら小学校の生徒に数学を教えたいのがいっぱいで無理やりに自分の故郷の小学校に報職しているのにその横合いからまた無理やりに彼の意気込みに共鳴して一緒になるくらいの女だったので。 ただ子どもに対する愛情だけが普通と変わっていないのがむしろ不思議なくらいのものであったつまり極度にヒステリックな変態的叙情不とでも形容されそうなタイプの女であったがそれだけにまた自分の体が重い肺病にかかっても亭主の彼に苦労をかけまいとして無理に無理を押し通して立ち働いていたばかりでなく昨年の正月に血を吐いて倒れた時にも 死ぬが死ぬまで意識の混濁を見せなかったものである。ちょうど11になった太郎の頭をなでながら弱々しい透き通った声で「太郎やお前はねこれからお父さんの言いつけをよく守らなくてはいけないよ」。お前がお父さんのおっしゃることを聞かなかったりするとお母さんがちゃんとどこからか見て悲しんでおりますよ。 お父さんがいつもよくおっしゃるとおりに、どんなに学校が遅くなっても、鉄道線路なんぞを歩いてはいけませんよ、なんかと冗談のような口調で言い聞かせながら、微小 CC 息を引き取ったもので、それはしっかりした立派な臨終であった。彼はだからその母親が死ぬと間もなく、お通夜の晩に、 忘れがたみの太郎を引き寄せて涙ながらに固い約束をしたものであったこれから決して鉄道線路を歩かないことにしようなお前はよく友達に誘われると嫌とも言いかねて一緒に線路伝いをしているようだがあんなことは絶対にやめることにしようじゃないかいいかいお父さんも決して鉄道線路に足を踏み入れないからな といったようなことをくどくどと言い聞かせたのであったその時には太郎もしくしく泣いていたが元来素直な子だったので何のこだわりもなく彼の言葉を受け入れて心からうなずいていたようであったそれから後というものは彼は毎日昔のとおりに自炊をして太郎を一足先に学校へ送り出したそれから自分自身は とけををすまぎで支度を整えて、わが子の後を追うようにして学校を出かけるのであったがそれがいつも遅れがちだったのでよく線路伝いに学校へ駆けつけたものであったけれども太郎は生まれつきの素直さで正直に母親の遺言を守っていくら友達に誘われても線路を歩かなかったらしく毎日毎日 国道の泥やや埃で下駄や旅を台無しにしていた。一方に彼はいつもそうした太郎の正直さを見るにつけて「これは無論俺が悪い俺が悪いに決まっているのだ」だけど学校は遠いし余計な仕事は持っているしでもともと自炊の経験はあったにしてもその上に 母親の役目と女房の仕事が2つ新しく加わったわけだから学校の時間が遅れるのはやむを得ないだから線路を通るのは晩やむを得ないのだ謎と言ったような言い訳を毎日毎日心の中で繰り返しているのであったあてもない妻の霊に対して同じような詫び事を繰り返し繰り返し しののかをごまかしているのであった。ところが天罰適面とはこのことであったろうかこうした彼の不正直さが根こそげ暴露する時が来たしかし後から考えるとその時の出来事が後に彼の愛情を斬死させた関節のいや直接の原因になっているとしか思われない 意外非常な打撃を彼に与えたのであったそれはやはり去年の正月の戴冠中で妻の皆乃花が住んだ明くる日のことであったここまで考え続けてきた彼はちょっとカバンを抱え直しながらもう一度底入れをキョロキョロと見回したそこは 線路がこの辺一帯を覆っている果てしもない雑木林の間の空き地に出てから間もないところにある小川の暗渠の上でほとんど干上がりかかった金け水の流れが枯れ足の間のところどころに虎ホームの瞳に似たかすかな光を放っていたその暗渠の上を通り越すと彼はいつの間にか線路の上に歩み出している彼自身を怪しみもせずに 今まで考え続けてきた彼自身の過去の記憶を今一度心身と染み渡る頭の痛みと重ね合わせてチラチラと思い出し続けたのであったそのチラチラの中には純粋な彼自身の主観もあれば彼の想像から来た彼自身に対する客観もあった温かい他人の同情の言葉もあれば 彼の行動を批判する彼自身の冷たい正義観念も混ざっていたが要するにそんなような主樹雑多な印象や記憶の断片や残滓が早くも考え疲れに疲れた彼の頭の中でぼかしになったり大写しになったりまたは二重絞り切り組み逆戻りトリックモンタージュの千編万化を尽くしてあるいは構成派のような 未来派のようなまたは印象派のような場面をごちゃごちゃに渦巻き巡らしつつ次から次へと変化し進展し始めたのであったそうして彼自身が意識しえなかった彼自身の手で彼のたった一人の愛情を斬新に陥れて彼を本当の一りぼっちにしてしまうべく 不可抗的な運命を彼自身に編み出させていった不可思議なある力の作用をいま一度数学の開式のようにありありと展開し始めたのであったそれは体感中には珍しく暖かいお天気のいい午後のことであった彼は23日前から風邪をひいていてその日も朝から頭が重かったので いつもとおり夕方近くまで居残って学校の仕事をする気がどうしても出なかっただから放課後1時間ばかりもたつとやはり何かの用事で居残っていた校長や同僚に挨拶をしーしー生徒の答案をいっぱいに詰めた黒いカバンを抱え直してとぼとぼと校門を出たのであったところで校門を出てポプラの並んだ広い道を左に曲がると 彼の住んでいる山懐の傾斜の下まで海岸自体に大きな半減を描いた国道に出るのであったがしかしその国道を迂回して帰るのが彼にとっては何よりも不愉快であったというのは距離が遠くなるばかりでなくその頃著しく数を増やした乗り合い自動車やトラックまたは海岸の別荘地に出入りする高級車の砂埃を後から後から浴びせられたり または彼を知っている教え子の親たちや何かに出会ってお辞儀をさせられるたんびに彼の頭の中にふんだんに浮かんでいる数学的な瞑想を破られるのが実にたまらない苦痛だからであったところがこれに反して校門を出てから草の間の狭い道をこっそりと右に曲がるとすぐに小さな杉森の中に入ってその陰にある駅近くの踏切に出ることができた。 そこから線路伝いに四五丁ほど続いた高い掘り割りの間を抜けると、百分の一内外のレベルをほとんど一直線に、自分の家の真下にある枯れ木林の中の踏切まで行けるので、その途中の大部分は枯れ木林に覆われてしまっていたから、誰にも見つかる気遣いがないのであった。ところでまた、彼はその肛門の横の杉森を出て、線路の横の赤土道に足を踏み入れると同時に、 はるか一里ばかり向こうの山陰にある自分のうちとそこで待っているであろう妻子のことを思い出すのが習慣のようになっていたその習慣は去年の正月に彼の妻が死んだあとまでも以前と同じように引き続いていたのであったがしかし彼はその愚かな心の習慣を打ち消そうとは決してしなかったむしろそれが自分だけに許された悲しい権利ででもあるかのように ついこの間まで立ち働いていた妻の闇やつれた姿や現在先に帰って待っているであろうわが子の元気のいい姿をそれからそれへと目の前に彷彿させるのであった山番小屋のトボトボとなる筧の前で勝ち気な目を光らして米を研いでいる妻の横顔や自分の姿がかれこたちの間から現れるのを待ちかねたように両手を差し出して「おーい!」 お父さん」と呼びかけるほっぺたの若い太郎の顔やその太郎が組み込んで燃やしつけた孫風呂の煙が山の斜面を切れ切れに這い上がっていく形などを過去と現在と重ね合わせて頭の中に書き出すのであったもっとも時折は黒い風のような列車の轟音をやり過ごした後で枕木の上に立ち止まって バットの半分に火をつけながら、「また今日も同じことを考えているないくら考えたって同じことを」と自分で自分の心を冷笑したこともあったそうして始終を越してから妻を亡くしたみすぼらしい自分自身の姿が心持ち前かがみになって歩いていく姿を2三3 0軒向こうの線路の上に 幻覚的に描き出しながらも、もっともだ、そうしたはかない追憶にふけるのは、お前のために取り残されているたった一つの悲しい特権なのだ。お前以外に、お前のそうした痛々しい追憶を霊賞しうるものがどこにいるのだ。と言いたいような一種のふんに似た誇りをさえ感じつつ、 目の中を熱くすることもあった。そして全国の小学児童に台数や機間の面白さを習得さすべく彼自身の尊い経験によって心血をかけて編纂しつつある「小学算術教科書が」が思い通りに全国の筒裏裏にまで普及したうれしさやさてはまた剣士学の目の前で子孫雑剤を見事に説いた教え子の「 無邪気な笑い顔なぞを思い出しつつ、言い知れぬ喜びや悲しみに代わる代わる満たされつつ、口にしたバットの火が消えたのも忘れていくことが多いのであった。お父さんという声をつい耳のそばで聞いたように思ったのは、そんなときであった。はっとと、がついてみると その日もいつの間にか平成の習慣通りに線路伝いに来ていてちょうど長い長い堀割の真ん中あたりに近い枕木の上に立ち止まっているのであった彼のすぐ横には白ペンキ塗りの信号柱が白地に黒線の入った横木を傾けて下り列車が近づいてくることを暗示していたがしかし人影らしいものはどこにも見当たらなかったただ 彼のみすぼらしい姿を左右から挟んだ高い高い掘割の上半分に傾いた冬の日が赤赤と照り生えているそのまた上に鋼鉄色の澄み切った空がずーっと線路の向こうの山の向こう側まで傾き覆っているばかりであったそんなような景色を見回しているうちに彼はゆっくりなくも彼の子供時代からの体験を思い出していた もしや今のは自分の魂が自分を呼んだのではあるまいかお父さんと呼んだように思ったのが、自分の聞き違いではなかったのかといったような考えを一瞬間頭の中に回転させながらキョロキョロとそこいらを見回していたがやがてその視線がふっと左手の掘割りの高い高い一角に止まると 彼はままたた。もはっとばかり硬くなっってしまった彼の頭の上をはるかに足して切り立っている掘割の西側にはさらにもう一段高く国道沿いの土手があったその土手の上に最前から突っ立って見下ろしていたらしい小さな黒い人影が見えたが彼の顔がその方向に向き直ると間もなくその小さい影はもう一度一生懸命の甲高い声で呼びかけた。 お父さんその声の反響がまだ消えないうちに彼はカンニングを発見された生徒のように真っ赤になってしまった「線路を歩いてはいけないよ」と言い聞かせた自分の言葉を一瞬間に思い出しつつわななく指先でバットの水差しをつまみ捨てたそして返事の声を喉に詰まらせつつ かろうじてててだけ笑って見せていると、そのうちにまたも甲高い声が上から落ちてきた「お父さん今日はね残って先生のお手伝いをしたんですよ」「書き取りの点をつけてね」「いたんですよー」かれはやっとの思いで少しばかりうなずいた。そうして いた。同時にその太郎が時々担当の教師に残されて採点の手伝いをさせられることがあるので「そんな時はなるたけ連れ立って帰ろうね」と約束していたことまでも思い出した彼はどうすることもできないたまらない面目なさに縛られつつかろうじて阿弥陀になった帽子を引き直しただけであった。 お父さん、降りていきましょうかといううちに太郎は土手の上をずんずんこちらへ引き返してきたいや俺が登っていくローした彼はしゃがれた声でこう叫ぶと一足飛びに線路の横の溝を飛び越えて重たいカバンを抱え直した45度以上の急斜面に植え付けられた芝草の上を 一生懸命によじ登り始めたのであったそれは労働になれない彼にとっては実に死ぬほど苦しい体験であった振り返るさえ恐ろしい3畳余りの急斜面を足首の硬い兵隊靴のつま先と片手の力を頼りにしてはい登っていくうちに彼は早くも膝頭がガクガクになるほど疲れてしまった崖の中途に乱生した 冷たい草の株をつかむたんびに右手の指先の感覚がズンズン消えうせていくのを彼は自覚した反対に彼の顔は流るる汗と水花に汚れむせて息が詰まりそうになるのをどうすることもできないながらに彼は子どもの手前を考えて大急ぎに斜面を登るべく息も疲れぬ努力を続けなければならなかったこれは。 子供に唾を吐いた罰だ。子供に禁じたことを親が起こした報いだだからこんな責めくに会うのだ」と言ったような切ない情けない息苦しい考えでいっぱいになりながら上を見る暇もなく斜面にすがりついていくうちに疲れ切ってぶらぶらになった足首が兵隊靴を踏み返して全身が草のようにぶら下がったまま キリキリと回転しかけたことが二三度あったその瞬間に彼は目もはるかな下の線路に大の字なりにたたきつけられている彼自身の死骸を見下ろしたかのように魂のどん底までも縮み上がらせたのであったがそれでもなお死に物狂いの努力で踏み応えつつ大切なカバンを抱え直さなければならなかった危ないお父さん お父さんと叫ぶ太郎の声をすぐ頭の上で聞きながら土手の上に登ったらすぐに太郎を抱きしめてやろう気の済むまで謝ってやろうそしてうちに帰ったら妻の位牌の前でもう一度謝ってやろうそう思い詰め思い詰め急斜面の地獄をはいのぼってきた彼は しかし、か平たい硬いザリだらけの国道の上に我が子と並んで立つともうそんな元気は愚かなこと口を利く力さえ突き果てていることに気がついたすごい西日を前にして大波を打つ動機と呼吸の嵐の中にあらゆる意識力がバラバラになってぐるぐると渦巻いて引き散らされていくのをじーっと見つめて佇んでいるうちに 目の前の薄黄色い光の中で無数の灰色の斑点がゆらゆらちらちらとめい滅するのを感じていたそれからやっと気を取り直して太郎にカバンを渡しながら幽霊のようにひょろひょろと歩き出した時の心細かったことそのうちに全身を濡れ流れた汗が冷えきってしまってたまらない予感がぞくぞくと背筋をはい回り始めた時の 情けなけかったこと彼は山の中の一軒家に帰ると何もかも太郎に投げ任せたまますぐに床を取って寝たそしてその晩から彼は40度以上の高い熱を出して渋滞の肺炎にあえぎつつ夢うつつのいく日かを送らなければならなかった彼はその夢うつつの何日目かに目の色を変えて駆けつけてきた 同僚の橋本君藤の顔つきを記憶していたその後から駆けつけてきた巡査や医者や村長さんや区長さんや近い界隈の百姓たちのただごとならぬ緊張した表情は不思議なほどはっきり記憶していたのみならずそれが太郎の死を知らせに来た人々でこんな大層な病人に 死体を見せて、ええ、か悪いか。悪い知らせたら病気に障りませんか」といったようなことを土間の暗いところでひそひそと相談している事実や何かまでも確かに察しているにはいたけれども彼は別に驚きも悲しみもしなかった大方それは彼の意識が高熱のために朦朧状態に陥ったせいであろう ただ夢のようにそうか太郎は死んだのかな俺も一緒にあの世へ行くのかなと思いつつ別に悲しいという気もしないまま生ぬるい涙を後から後から流しているばかりであったそれからもう一つ そのあくる日のことかどうかよくわからないがうっすり目を覚ました彼はささやくような声で話し合っている女の声をつい枕元の近くで聞いたちょうどランプの芯が極度に小さくしてあったのでそこが自分の家であったかどうかすらはっきりしなかったが多分解放のために付き添ってくれていた近くの部落の女将さんたちか何かであったろう 坊ちゃんはちょうどあの掘割の真ん中の信号の下でなまあなお父さんの病気が気にかかってたしな先生にかくれて鉄道ずたいに近道さしちゃったもんじゃろうてみんないいござるげながまあかわいそうになあの雨風の中になそれでな ととうとう坊ちゃんの顔はお父さんに見せずに仮装してしもうたてなあなんというむごいことかいなあそんでなあ先生がねつかしちゃったからこの方毎日坊ちゃんのご飯をば食べさせよった学校の小遣いのおばあさんがなあ変われるもんなら変わろうがて言うてなあ自分の孫が死んだ橋のごとを嘆いてなあ あとは「す」「す」というすすり泣きの声が聞こえるばかりであったが彼はそれでも別段に気に留めなかったそうした言葉の意味を考える力もないままにまたもうとうとと仕掛けたのであった橋本先生も言うてござったけんどなお父さんももうこのまま死んでしまおしゃった方が幸せかもしれんち言うてな といったようなぼそぼそ話を聞くともなく耳に留めながら自分が死んだ知らせを聞いて口をあんぐりと湧いたまま目をパチパチさせている人々の顔と向かい合って微笑しながらけれどもそのうちサシモの耐熱が奇跡的に引いてしまうと彼はいっとき放心状態に陥ってしまった和尚さんがお経を読みに来ても知らん顔をして 縁側に腰をかけていたり妻の成果から見舞いのために配達されていた豆乳を一本も飲まなかったりしていたがそれでも学校に出ることだけは忘れなかったと見えて体力が出てくると間もなく何の予告もしないまま黒いカバンを抱え込んでコツコツと登校し始めたのであった教員室の連中は皆驚いた見違えるほどやつれ果てた顔に 著しく白髪の生えた武将ひげをぼうぼうと生やした彼の騒音を振り返りつつ互いに目と目を見交わしたその中にも同僚の橋本君藤は真っ先にいつから離れて駆け寄ってきて彼の肩に両手をかけながら声を潤ませたどどうしたんだ君はしししっかりしてくれたまえ 目をしばたたきながらイスから立ち上がった校長もその横合いから彼に近づいてきた。どうか十分に休んでくれたまえ。我々や副警はもちろんのこと、学務課でもみんな非常に同情しているのだから」と赤ん坊をさとすように背中をなで回したのであったが、しかしそんな親切や同情が。 かにはちっっとも通じないらしかったただ分厚い金眼鏡の下から白い目でじろりと教室の中を見回しただけでそのまま自分の椅子に腰を下ろすと彼の補欠をしていた末席の教員を招き寄せて学科の引き継ぎを受けたそうしてこじきのようにみすぼらしくなった先生の姿に驚いている生徒たちに向かってぼつぼつと講義を始めたのであった。 それから午後になって教員室の連中から「無理もない」というような目つきで見送られながら校門を出るとそのまま右に曲がって生徒たちが見送っているのも構わずにさっさと線路を伝え始めたのであったまたも以前の通りの思い出を繰り返しつつ自分の帰りを待っているであろう妻子の姿を この間隠れの一軒家の中に描き出しつつ彼はそれからのち来る日も来る日もそうした昔の習慣をハンデ押したように繰り返し始めたのであったがしかしその中にはたった一つ以前と違っていることがあったそれは学校を出てから間もない掘割の中ほどに立っている白いシグナルの下まで来ると おままりのようにちちょっと立ち止まっっととてみることであった。彼はそうしてそこいらをじろじろと見まわしながらわが子のひかれた遺跡らしいものを探し出そうとするつもりらしかったがすでに幾度も幾度も雨風に洗い流された跡なのでそんな形跡はどこにも発見されるはずがなかったしかしそれでも彼は毎日毎日そんなことを繰り返す機会かなんぞのように 同じところに立ち止まって繰り返し繰り返し同じところを見回したのでそこいらに横たわっている数本の枕木の木目や節穴砂利の一粒一粒の重なり合いまたはその地下回りに生えている芝草や野バラの枝ぶりまでも家に帰って寝るときにヤグの中でありありと思い出しえるほど明確に記憶してしまった。そして彼は、 どんなに他の考えで夢中になっている時でもシグナルの下のその辺りへ来るとほとんど無意識に立ち止まってそこいらを一たり見回したあとでなければ一歩も先へ進めないようにすっかり癖づけられてしまったのであったなぜそこに立ち止まっているのか自分自身でもわからないままに暗い暗い寂しい寂しい気持ちになって なじみの深い石ころの形や枕木の切り口の格好や騎乗の継ぎ目の感覚を一つ一つじーっと見守らなければ気が済まないのであった「お父さんお父さん」さんというはっきりした声が聞こえたのはちょうど彼がそうしている時であった彼はその声を聞くや否や 気に打たれたようにうたたた。れよとをめ無意識のうちに目をしっかりと閉じながら肩をすぼめて硬くなったがやがてまた静かに目を見開いておずおずと左手の高いところを見上げた寂しい霜がれの草に覆われた赤土の斜面とその上に立っている小さな黒い人影を予想しながら。 とところがんいいのののまにててししるるはそなで違った光景を表していたを見渡す限り草も木も燃え立つような若緑に覆われていて色とりどりの春の花が巨大な左右の土の斜面の上を果てしもなく群がり輝き流れ漂い乱れ咲いていた。 線路の向こうの自分の家を包む山の斜面の中ほどには散り残った山桜がしらじらと重なり合っていたうららかに晴れしずまった青空にはローズマダーの幻覚をほのめかす白い雲がほのぼのと揺らめきわたって遠く近くに呼び交わすひばりの声やほうじろの声さえも和やかであったその中のどこにも 我が子らしい声は聞こえないどこの物陰にも太郎らしい姿は発見されない全く意外千乱なまぶしさと華やかさに満ち満ちた世界の真ん中に昔のまんまのみすぼらしい彼自身の姿をたった一つぽつねんと発見した彼彼がその時に どんなに奇妙な声を立てて泣きだしたかそれからどんなに正体もなく泣き連れつつ線路の上をよろめいて山の中の一軒家へ帰っていったかそうして自分の家に帰りつくやいなやタンスの上に飾ってある祭祀の位牌の前に這いずり回り転がり回りつつどんなに大きな声を上げて泣き崩れたか。 泣いては詫び、謝っては同国したかそうしてしばらくしてからやっとう気づいた彼が見る人も聞く人もない一軒家の中でそうしている自分の格好のみっともなさを気づきすぎるほど気づきながらもちっとも恥ずかしいと思わなかったばかりでなく「もっともっと自分を恥ずかしめさいなみ苦しめてくれ」というように 白木の位牌を二つながら抱きしめて、どんなにほうずりをして、せっぷんしつつ、憧れ、投げいたことか。おおきせこきせこ俺が悪かったじゅうじゅう悪かったかにかにしてくれおお 太郎。太郎太郎。お父さんが、お父さんが悪かった。もう決して。お父さんは線路を通りません。通りません。勘認して。勘にしてください 声の枯れるほど繰り返し繰り返し叫び続けたことか彼は枯れ木林の間の下の線路を渡り続けながらその時の自分の姿をまざまざと目の前に凝視したそのまぶたの内側がおのずと熱くなって何とも言えない息苦しい塊が喉の奥から鼻の穴の奥の方へ ギギククとこみ上げてくるのを自覚しながら <laughs> <laughs>「ハッハッハッ!」と不意に足の下で笑う声がしたので彼は飛び上がらんばかりに驚いた思わず23歩走り出しながらぎっくりと立ち止まって汗ばんだ額をなで上げつつ線路の前後を大急ぎで見回したがもちろんそこいらに人間が寝ているはずはなかった 薄霜を帯びた枕木とぬれたレールの連続がやはり白い霜をかぶった小石の大群の上に重なり合っているばかりであった彼の左右には愛も変わらぬ枯れ木林が奥もわからぬほど立ち並んで黄色く光る曇り日の下に灰色の小杖を煙らせていたそうしてその間をもう少し行くと 見晴らしのいい高い線路に出る白いレベルの前にぴったりと立ち止まっている彼自身を発見したのであったしまったと彼はその時口の中でつぶやいたあれだけ位牌の前で誓ったのにすまないことをしたと心の中で思ってもみたけれども もはや取り返しのつかないところまで来ていることに気がつくとしっかりと奥歯をかみしめて目を閉じたそれから彼はまたも片手をそっと額に当てながらいま一度後ろを振り返ってみたここまで伝ってきた線路の光景と今まで考え続けてきた事柄を逆に遡って考え出そうと努力した あれだけ真剣に誓い固めた約束をそれから1年近くも過ぎ去った今朝に限ってこんなにもわけなく破ってしまったそのそもそもの発端の動機を思い出そうと焦ったがしかしそれはもう10年も昔のことのように彼の記憶から遠ざかっていてどこをどんなふうに歩いてきたかいつの間に帽子を後ろ向きにかぶり替えたか カバンを右手に持ち直したか、ということすら考え出すことができなかった。ただずっと以前の習慣通りにカバンを持ち替え持ち替え線路を伝ってここまで来たに違いないことが推測されるだけであった。しかしその代わりにたった今出し抜けに足の下で笑ったものの正体が彼自身に分かりかけたように思ったので、 自分の後ろの枕木の一つ一つを念を入れて踏みつけながら引き返し始めたすると間もなく彼の立ち止まっていたところから四五本目の古い枕木の一方が彼の体重を支えかねてぐいぐいと砂利の中へ傾き込んだその拍子に他の一端が持ち上がって騎乗の下べりとすれ合いながら「蚊がが 音を立てたたてのであった彼はその音を聞くと同時にたった今の笑いの正体が分かったのでほっと安心してため息をついたそれにつれて気が緩んだらしく頭の毛が一本一本ざわざわとして体中にぞよぞよと鳥肌ができかかったが彼はそれを打ち消すように肩を強く揺すり上げた。 黒いカバンを二三度左右に持ち替えて、切れるように冷たくなった耳た束をこすりまわしたそれから鼻息のつゆに濡れたゴマ塩ひげをなで回してみて歪みかけた釣り金マントの襟を揺すり直すとまたもスタスタと学校の方へ線路を伝え始めたいつも踏切の近くで出会う下りの石炭列車がもう来る自分だと思い思い 何度も何度も後ろを振り返りながら彼はそれから間もなく今までの悲しい思い出からきれいに切り離されて好きな数学のことばかりを考えながら歩いていた彼自身にとって最も幸福な数学ずくめの瞑想の中へぐんぐんと深入りしていった彼の目には 彼の下に後から後から現れてくる線路の枕木の間ごとに変化していくバラスの群れの特徴が、ずっと前に研究しかけたまま忘れかけている関数論やプロバビリティの証明そのもののように見えてきた。彼はまた枕木と気状が擦れ合った振動が人間の笑い声に聞こえてくるまでの錯覚作用を、数理的に説明すべくしきりに考え回してみた。 それは何の不思議もない簡単な出来事で考えるさえバカバカしい事実であったがしかしその簡単な枕木の振動の音波が人間の鼓膜に伝わって脳髄に反射されて全身の神経に伝わって肌を慌たたせるまでの経路を考えてくるともはや数理的な頭では皆目見当のつけようのない神秘作用を見たようなものになっていくのが。 重重ね重ね腹がが立っってしようがなかった。人間が機関車に正面するとちょうど蛇に見入られたカエルのように動けなくなってそのまま引き殺されてしまうのもやはり脳髄の神秘作用に違いないのだが一体脳髄の反射作用と意識作用との間にはどんな数理的な機構の区別があるのだろう 突然彼の目の前を白いものがスーッと横切ったので彼は何の気もなく目を上げてみた今頃白い蝶がいるか知らんと不思議に思いながらけれどもそこいらにはチョらしいものはおろか白いものすら見えなかった彼はその時に高い見晴らしのいい線路の上に来ていた 彼の視線のはるか向こうには線路と一直線に平行して横たわっている国道とその上に重なり合って並んでいる部落の家々が見えがた。それは彼が昔から見られている風景に違いないのであったが今朝はどうしたことかその風景がそっくりそのまんまに数学の施策の中に浮き出てくる異常なフラッシュバックの感じに変化しているように思われた。 その景色の中の家や木立や畑や電柱が数学の中に使われる文字や符号をルートイコール、ゼロ、インフィニティー k l m x y z タ,ガンマシータオメガパイ何度に変化して三角関数が展開されたように。 工事方程式の根が求められた時の複雑な分数式のように薄黄色い雲の下に神秘的なハレーションを起こしつつ果てしもなく輝き並んでいた型に表すことのできないイマジナリーナンバーや無理数や循環小数などを数限りなく含んで彼は彼を取り巻く野山のすべてがあらゆる不合理と矛盾とを含んだ こしかしたそうしてそれらの全てが彼を無言のうちにあざけり脅かしているかのような圧迫感に打たれつつまたもがっくりとうなだれて歩きだしたそうしてそのような非数理的な環境に対して反抗するかのように彼はそろそろと考え始めたのであった 俺は小さい時から数学の天才であった今もそのつもりでいるだから教育家になったのだ今の教育法に一大改革を起こすべく児童の頭に隠れている数理的な天才を社会に生かして働かすべくしかし今の教育法ではダメだ全くダメなんだ 今の教育法は全ての人間の特徴を殺してしまう教育法なんだ数学だけこうでいることを許さない教育法なんだだからだから今までにどれほどの数学科が自分の天才を発見しえずに闇から闇に葬られ去ったことであろう俺は今日まで黙々としてそうした教育法と戦ってきた そして、幾多の数学科の卵を地上に孵化させてきた太郎もその卵の一つであったおとなしい無口な優良児であった太郎は俺が教えてやる間に間に彼独特の数理的な天才をすくすくと伸ばしていったもう台数や幾何の初等程度を理解していたばかりでなく 自分ででログを作ることさえできた。彼が自分で貯めたバットの銀紙で玉を作りながら時々その重量と直径とを比較していくうちに直径の3乗と重量とが正比例して増加していくことを方眼紙にドッとしていった点の軌跡の曲線から発見し得た時の喜びようは 今でもこの目にこびりついている目を細くしてほっぺたを真っ赤にして低い鼻をピクピクさせて偉大なおでこを光らしているその横顔けれども俺は太郎に命じて そうした数理的才能を決して他人の前で発表させなかった学校の教員仲間にも知らせないようにしていたまた余計なことをすると言って私学館連中が膨れっ面をするに決まっていたから私学館くらいに何がわかるものかキャツらは教育課じゃないただの事務員に過ぎないのだねえ太郎 そうじゃないかやつらの数学は生徒職員の数と夏冬の休暇に支給される鉄道割引券の請求不合と自分の月給の勘定ぐらいにしか役に立たないのだ。ははは。ねえ太郎お父さんはちゃんと知っているんだよ。お前が。 空前の数学科になり得る素質を持っていることをアインスタインにも負けないくらいすごい頭を持っていることをしかしお前自身はそんなことを夢にも知らなかったお父さんが言って聞かせなかったからだだから残念とも何とも思わなかったであろう お父さんのことばかり思って死んだのであろう。だけども、だけども。ここまで考えてくると、彼は、はたと立ち止まった。だだけけどども、だけども、というところまで考えてくると、それっきり、どうしてもその先が考えられなかった彼は、枕木の上に。 両足を揃えてしまっったた。のであったぴったりと運転を休止した脳髄の空気を眼球の後ろ側でじーっと凶視しながらそれは彼の疲れきって働けなくなった脳髄が頭蓋骨の空洞の中に作り出している無限の時間と空間とを抱擁した薄暗い脆弱であった。 どうにも動きの取れなくなった自我意識の底知れぬ急止であったどう考えようとしても考えることのできない彼は地底の暗黒の中に封じ込められているような気持ちになって両目を大きく大きく見開いていったしまいにはまぶたがチクチクするくらいまん丸く目の玉をむき出していったが そのうちにその瞳の上の方からうっすりと白い光線が差し込んでくるとそれにつれて目の前がだんだん明るくなってきた彼の目の前には見覚えのある線路の継ぎ目と節穴のある枕木とその下から吹き出す白い土にまみれた砂利の群れが並んでいたそこは太郎がひかれた場所に違いないのであった 彼はおもむろに目をあげて彼の横に突っ立っているシグナルの白い柱を仰いだ黒線の入った白い横着が45度近く傾いている上にピカピカと張り詰められている鋼鉄色の青空を仰いだそうして今一度我が子の血を吸い込んだであろう足の下の砂利の間の薄暗がりを 一つ一つにのぞき込みつつ凝視したその砂利の間の薄らがりから頭だけ出している小さな犬たての血よりも赤い茎の折れ曲がりを一身に見下ろしていた「だけどもだけども」どもという言葉によって行き詰まらせられた脳水の運転の急死が。 またも無限の時空を抱擁しつつ彼の頭の上にのしかかってくるのをじりじりと我慢しながらどこか遠いところでけたたましく吹き立てていた非常汽笛が次第次第に背後に迫ってくるのを夢うつつのように意識しながら「だけどもだけども」と考えながら彼は 自分の額を右手でしっかりと押さえつけてみただけどもだけども今まで俺が考えてきたことはみんな夢じゃないかしらキセコが死んだのもせがれが引き殺されたのもそれからたった今まで考え続けてきたいろいろなこともみんな 頭を悪くしている俺の幻覚に過ぎないのじゃないかしら神経衰弱から湧き出した一種のあられもないイリュージョンじゃないかしらそうなんだそうなんだイリュージョンだイリュージョンだ俺は一種の自己催眠にかかってこんなくだらないことを考え続けてきたのだ 俺の神経衰弱がこのごろだんだんひどくなってきたために自己暗示の力がむやみに高まってきたおかげでこんな惨めなことばかり妄想するようになってきたのだ,な,はんだなんだ何でもないじゃないか妻の黄せ子も子供の太郎もまだちゃんと生きているのだ 太郎はもうとっくの昔に学校に行き着いているしきせコはまたきせコで今頃は俺の机の上を畑でもかけているのじゃないのかあの大切な小学算術の草案の上にあはははははいけないいけないこんなくだらない妄想にとらわれているとこれは 馬鹿になるかもしれないぞ。<笑>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 彼はそう思いすっかり軽い気持ちになって微笑しいしい、またも上半身を傾けて線路の上を歩き出そうとしたするとその途端に思いがけない背後から突然非常な力で ぐわーんとどやしつけられたように感じたそしてたった今凝視していたバラスの上に何の苦もなく突き倒されたように思ったがその瞬間に彼は真っ黒な車輪の音もない回転とその間に重なり合ってひらめき飛ぶ 赤い光明のだんだらじまをみとめた。と思ううちに後頭部がチクチクいたみはじめて目の前がだんだんくらくなってきたので二三どおおきくまばたきをしてみた「おとうさん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 !」。 と呼ぶ太郎のはっきりした呼び声がだんだんと近づいてきたそして彼の耳のそばまで来て鼓膜の底の底まで染み渡ったと思うとそのままふっつりと消えてしまったがしかし彼はその声を聞くとすっかり安心したかのように目を閉じて投げ出した両手の間の砂利の中にがっくりと顔を埋めた そしてその顔を少しばかり横に向けながらにっこりと白い歯を見せたなんだお前だったのか<笑><笑>